はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日も楽しくパン作りやっていきましょう。はい。今日は何を作りますか。今日はブッダクーヘンを作ります。ブッダクーヘン、初めて聞くパンなんですけどどんなパンなんですか。ブッダクーヘンはドイツのパンで、ブッダがバター、あ、バター、で、クーヘンがお菓子っていう意味なんだって。バターのお菓子、だからドイツ の, あのお菓子パンみたいな。あ、そうだ、お菓子ではねドイツの菓子パン、はいはいはい、なんだって。まあ、今のところ僕全然形もあれも想像ついてない感じなんですけど生地の上にバターと砂糖とアーモンドがたっぷり乗ったパンです。おー、ちょっとそれ聞いただけだと大丈夫ですかみたいなカロリー的なものみたいな本当にあの焼き菓子みたいなパンだね。あ、そうなんですね、うん、じゃあちょっと楽しみですね、うん。でこのパンが美味しそうだなと思った方、グッドボタンとチャンネル登録、あとコメントの方もしておりますのでよろしくお願いいたします。それでは今日はブッダクーヘン早速作っていきましょう。はい、それではまずイーストから入れていきます。では続いてお砂糖入れていきます。続いて今日はスキムミルクですね。では溶き卵を入れていきます。でこっちのボウルビーにお塩入れていきます。であと麺バターですね。でお水入れていきます。はい、ではしっかり混ざったらこっちのボウルに入れていきます。はい、では大体まとまったら出していきます。はい、それではこれでいきたいと思います。今日は肉をこねます。今日は大量のバターでしたからね、うん、バターとさ、砂糖とアーモンドが組み合わさったらさ、絶対美味しいに決まってるよね、うん、間違いない上にさ、でも生地にこんだけバター入ってるのにさらにバター使ってるさ、はいじゃん。カロリーは気にしちゃいけません。気にしないパン、うん、あのブリオッシュシュクレよりもさ、うん、カロリー高そうだね。やばいね、あれだいぶやったけどちゃんと膜が張るところまではやるんだけど、はい、こねすぎに注意してください。こねすぎに注意。こねすぎちゃうと、うん、今日一応なんかちょっと軽いような食感、はい、お菓子に近いような軽いような食感を出したいから、はい、こねすぎちゃうともちもちになっちゃう。あー、なるほど。じゃあちょっと見極め難しいですねそんなことないよ。で、いつも通りでいいってこと、うん、膜が張れば OK ね。あ、じゃあこの長くだらだらこねちゃダメってことね。うん、こんな感じで V 字にこねていって良さそうですね。はい、それでは膜をチェックしてみたいと思います。しっかり膜が張ってますので、これでこね上がりになります。こんな感じで大丈夫ですか。うん、
はい、ではしっかり閉じ目を閉じてボウルに入れて、これにラップして一度運んでいきます。はい、では一時発酵が終わりましたので、フィンガーテストとガス抜きをやっていきましょう。はい、では今日は分割がないんですね、うん、でこのまま丸めましょう。はい、ではこれでベンチでも10分間置いておきます。はい、ではベンチでも10分経ちましたので成形をやっていきましょう。今日はまずは使っていく型ですね、シリコン型、うん、スクエア型、あ、スクエア型か、 18cm×18cm のものです、はい、じゃあ今日敷き紙敷いてます。はい、じゃあこれを成形の前までに用意しておいてください。あとない人はこれなしでも OK です。あ、それでもできるんですね、うん、普通にあの天板にクッキングシート敷いて、はい、それに大きく伸ばしてもらえれば、はいはいはい、丸でもいいんだって。あ、丸でもいいんですね、うん、お好みで作ってください丸でもいいんですねとか言ってるけどさ、あんまり俺形の想像ついてないけどさ何もこっちゃ分からないですけどまあじゃあ成形やっていきましょう、うん、はい、やる？じゃあやります僕。はい、じゃあやっていきます。閉じ目は下のまんまですね、うん、これで何かけ何伸ばす？ 18cm×18cm、 この型の大きさですね、うん、近くでいいですよね、うん、あんまり伸ばさなくて良さそうなんですね、うん、厚みちゃんと整えてね、はい、ちょっとすぐ心配、そのことないですよ綺麗な丸になってますね縦もいいんじゃない、それぐらいで縦ぐらいでいいかな入らんくなるのに20センチほら12センチとこの辺まででいいのに大丈夫そうじゃない、うん、そうだね、ちょっと縮むんじゃないか、うん、そうだね、もうこれでいいんじゃない横もほら20センチすいませんまあちょっとこう整えつつ、まあ、型に入れるとき縮むからね、はい、大丈夫だそうです、うん、はい、そしたら型に移動するだけ、もう入れるだけ、うん、難しいこと言いますはい、なんとか入りました。あ、でも入ったじゃん、うん、ちゃんとここはもうはみ出てるからねまあ上にね、あのアーモンドとか塗るから、はいはいはい、そんなに気にしなくても大丈夫だそうです。もう今日これだけですか、成形、うん、あ、簡単っすね、うん、まあ、皆さん、うまく伸ばせますかね、18cm×18cm に思った以上に伸ばさなくていいっていうことだ、ね、そんなにね、結構生地が元から大きかったんでね、うん、はい、はい、じゃあこれで成形は完了だそうですので、じゃあこれにラップと濡れ布巾をかけて、これで二次発酵やっていきます。はい、では二次発酵が終わりましたので、まずは開けてみてみましょう。おお、すごい、なんか台湾カステラ、うん、です。ちょっと触っていいですか、うん、あ、すごい、めっちゃふわふわです。これにちょっと膨らみすぎないように穴開けてきます。
適当でいいよ。あのさ、おかっちゃんみたいにさ、こうグリグリしなくても大丈夫。なんかもうじゃあちょっと穴開けるだけみたいな感じですか、うん、どうせアーモンドとかでさ隠れちゃうから。おかっちゃんはさ、うん、この穴がさ命じゃん。あ、模様みたいな感じなんですかね、うん、そんなに気にしなくていいです。はい、うん、そしたら、そしたらここにアーモンドを散らしていきます、はい、これこんなにたくさん、本当だね、 40g あります。こんなに、美味しそうだね。ね、美味しそう。そしたらこれに今度はグラニュー糖。グラニュー糖これ何本あるんですか。すごいですね。30g ぐらいか。すごい量のグラニュー糖これ。いいの本当に。心配な人は 20g ぐらいにしてください、はい、それからパルスイートとかに違いそうだね。で最後にバター。バターですね。今さ、こんだけグラニュー糖含まれてるバターそんなにバター入れるんですか。こんな感じで細かく切って入れてあげます、はい、まんべんなくバター乗せたいっていう人はあのちょっと柔らかくしたバターをあのアーモンドの前に塗っちゃってもいいと思う。はい、ではこれで焼く前に準備が整いましたね。どうですかこれ、こんなことしていいんですかみたいな状況になってますけど、すごい楽しみですね。じゃあこれであとは焼いていきましょう。いただきます。どうでしょうか。めちゃくちゃ美味しそう。本当お菓子みたいな。うまっ。お菓子です。お菓子お菓子。パンすごいふわふわで、こう上の部分はね、グラニュー糖とアーモンドの部分はすごいジャリッとした食感があって。めっちゃ好き。これはケーキみたいだね、うん、これちょっと横にできないけど、うん、3センチぐらいの厚みがあるよね。ね、でもね甘さもちょうどいい。なんか、うん、甘すぎる感じはないから、うん、うん、一応ケーキの方の砂糖の量もそんなに多くないから、うんうんうん、多分上とのバランスがいいかも。そこでちょっと調整してね、うん、上が結構甘いからね、うん、美味しいわこれ。でこの上のところを、うん、あのクランブルかけたらシュトロイゼクーヘンっていうことができます。これにさらにクランブルかけるの。え、この上のもの全部かけないで、あ、クランブルに変えたらってこと、うん、はい、ということで今日はブッダクーヘンを作ってみました、まあ、焼き上がった後にこんな感じでね小分けにしたりすればね、こうなんかちょっと差し入れとかにこう個別で持っていけたりするんで、まあ、いいんじゃないですかね。本当なんか今回もあのコーヒータイムというかね、うん、そういったちょっとおやつに食べたい感じの本当お菓子のようなパンができましたんで、ぜひぜひ皆様作ってみてほしいなと思います。それではこのパンが美味しそうなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録、あとコメントの方もお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。